今日もカメラがあると勝手に体が反応してしまうフレンチブルドッグ。シオンもゴローの横で寝てたのですが、カメラ向けるとやっぱり急にカメラを意識する。寝ているゴローはやっぱり小豚さん。危ないよお前。ぶつからない自信があってもスレスレの位置を飛び越すな。さらに見せ場を作ろうとしてますが、持ってこんでいいとしよう。お父さんにもお母さんにも止められた。小豚さんにカメラ近づけると、シオンは遠くからでもカメラを見ていた。それでもシオンはカメラ向けると勝手に体が動き出す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。